られないよ。私のせいでみんなに迷惑かけちゃったし、何の役にも立てなかった。全部私の勘違いで、やっぱり私は表に出ちゃいけなかったんだ。ここで死ぬべきだったんだよ。話をしてあげる。つまらない話でも聞いてほしい。あるところに、あるところに一匹の猫がいました。その猫は名前もなく、山の中の洞窟で4匹の子猫のうちの1匹として生まれました。子猫は母親の加護のもとすくすくと育ちました。春には蝶と戯れ、夏に草原を駆け巡り、秋に枯葉で兄弟と遊び、冬は暖かい母親の胸で眠りました。春、夏、秋と過ぎ、二度目の冬のある日、母親が帰ってきませんでした。幼い子供たちは探すこともできず、洞窟の中で待つことしかできませんでした。冬の寒さが子猫たちの生きる力を少しずつ奪っていきます。一番上の子が言いました。お腹いっぱいご飯を食べたかった。そう言って静かに目を閉じました。2番目の子が言いました。温かい母さんの胸で寝たかった。そう言って静かに横たわりました。3番目の子が言いました。もっとお母さんに甘えたかった。そう言って静かに動かなくなりました。幼い一番下の子は不思議に思いました。今まで一緒に遊んでいた兄弟たちが動かなくなっていくことが、そして己の体に力が入らないことが。残った一番下の子が目を閉じかけた時、人の手に拾われました。その子猫は助かったと同時に世界の広さを知りました。初めて森の外へ、世界の果てだと思っていた山から出たのです。子猫は飼い猫となりました。子猫はご主人が大好きでした。ご主人の膝の上で寝るのが大好きでした。ご主人の撫でる手が大好きでした。ご主人の匂いが大好きでした。そんなある日、ご主人の家がにわかに騒がしくなりました。家の中に黒い服を着た人たちがたくさんやってきました。子猫は怖くてご主人を呼びます。ご主人はうつむいたまま動こうとしません。ご主人の瞳からこぼれた雫が子猫の鼻を濡らしました。なぜ泣いているの？と子猫が問います。大好きな人が死んでしまったんだ、とご主人が涙を流し答えました。死ぬって何？と再び子猫が問います。大好きな人と二度と会えなくなることだよ、とご主人が答えました。子猫の瞳から涙が溢れました。大好きなご主人と二度と会えないことを想像したのです。想像しただけでも胸が張り裂けそうでした。子猫は思いました。これが悲しいなのだと。その時、子猫は母猫の言葉を思い出しました。私たちは永遠の命を得ることができる。でもそれは死の次に恐ろしいこと。永久とは
死の次に恐ろしい。心しなさい。まだ幼かった子猫はあまり深く考えず、永遠の命が欲しいと思いました。そうすれば大好きなご主人と永遠に一緒にいられると思いました。悲しい思いはしないと思いました。しかしその時はすぐに来ました。世界が崩壊したかのような轟音と振動、人々の叫びと大火、駆け回る台車の土煙と真っ黒な煙、崩れた建物と迫る灼熱。子猫の大好きなご主人はその中にいました。子猫は必死に助けようとしました。柱に挟まれたご主人を助けようとしました。全身の毛が逆立つほど力を込めて引っ張りました。小さな牙が血まみれで抜けても構わず引っ張りました。それでも動かせるのはご主人の腕一本だけでした。子猫は再び母猫の言葉を思い出しました。私たちは永遠の命を得ることができる。子猫は永遠の命を手に入れようとしました。そうすればご主人を助けることができると思ったのです。子猫は母猫が言っていたことを実行しました。その方法とは、己の血と人の血が混じり合ったものを飲み込むことでした。子猫は心を決め、ご主人の額を伝う血をペロリと舐めました。子猫を襲ったのは激しい高揚と罪悪感、苦しい絶頂感と後悔、絶句するような歓喜と絶望感、さまざまな感情が同時にマグマのように噴き出し、花火のように炸裂していきました。視界がかすみ、風景が歪み、体中がギシギシときしみました。子猫が気づいたのは建物の外でした。ご主人が最後の力で子猫を外に放ったのです。建物は炎に包まれ、黒い煙を上げていました。子猫は永遠の命を手に入れました。しかし子猫に残ったのは罪悪感と後悔と絶望感だけでした。大好きなご主人を助けられると思って、大好きなご主人と一緒にいられると思っていた。それは子猫の勘違いに過ぎなかったのです。分かったことは、己の愚かさと無力、これが愚かな子猫のおとぎ話。子猫は生にもなれず死にもなれない。たとえ姿が変わっても、私はあの時にこの世から外されたんだ。居場所を自分で投げ出してしまったんだ。それも分からず、人の姿ならどうにかなると思って、私の居場所はどこにもない。ダメだよ、帰れない。もう誰とも会いたくない。みんないなくなっちゃう。
恩返ししてもいいんだね。帰りなちゃい、二人とも。二人してどこへ行ってたんでちゅか？島からの無断外出は社則に反しまちゅから、下手すれば粛清の対象にもなりかねまちぇんよ。ごめんなさい。まあいいでちゅ、こっちで処理しておきましたから、後で報告書を出してくだちゃればどうにかちまちゅ。ではこれからはちゃんと私に話を通しておいてくだちゃいね。
ようか。ただいま、井上先生。ありがとう。私、少し生きるってことが分かった気がする。広大な時間の中で、天の思い出をつなぎ合わせて生きている証にしていくよ。たとえ、悲しい思い出でも。それが、生きるってことなんじゃないかな。写真なんて初めてです。何やら大きなカメラですね。けど、どうしたんでちゅか？急に写真を撮ろうなんて。所長がそんなこと言うなんて珍しいでちゅね。そういうわけじゃありません。ありがとうね、旦那。こういうことはやったもん勝ちなのよ。
するの？どれにする？後悔しない？